皆様お集まりいただきましてありがとうございます。今日の講演はですね、実はちょっと今年私の非常に親しい社長さんたちの会で、2月なんですけども、この話をさせていただいたところ、非常に高い関心をいただきましたものですから、今回のテーマっていうのはどちらかというとその非常に幅広いテーマですかね。2つに分かりますよ。投資戦略をどう考えるのか、で2番目はでも普通の投資戦略で今回済みそうにないので、世界の構造変化についても語ろうというふうに思ってます。お金と情報、目に見えない非物質の存在の持つパワーが経済の中でどんどん拡大しているというのが現代。もう Google あるいは Facebook、 これはその情報というものを純粋にもっと抽出してそれで巨大化している。実はこれが今日のテーマ、一番大きいことはそれなんです。結局この非物質である情報、あるいは電気、電子、それから媒介するお金、この存在が極めて比重として大きくなっていることがこの世界の経済構造の本質にある。それが格差も拡大するけれどもグローバリゼーションも進む。本当に投資に勝つ人は常に少数者です。だってこの法則見れば分かるでしょ。ここまではっきりサインが出てるのに投資をしたり売ったりしてしまうんですね。それはしょうがないんです。人間はそういうものなんです。でここで、なぜここでまたここで語るのか、いよいよこんなに長い期間のゼロ金利が終わって金利を上がる局面が今来てますよ、それは今までと違う現象ですよっていうことが今日はお伝えしたいメッセージ。じゃあ次のサブバブルはもっと言えばやっぱりこれから複雑な形で崩壊するでしょう。だけどここで見てもらったように今までは金利がずっと上がってからこう崩壊する、ここもずっと上がってから崩壊するんですが、ここからちょっと違うパターンになっていくので、その中でつまり逆風の中でじゃあどうやって成長していくのか、金融としてどういうふうな形の投資の仕方があるのかというのが今日、ここではご説明をしたことなんですけどね。今日こちらにおられる方の中で、特にこの中で日本の場合マイナス金利になりましたよね。これは日本の歴史の中で一番最初のことなんです。でこれからはっきりしていく現象は何なのか、インフラ関係、特にキャッシュフローがきちっと入っていく不動産、フィードインタリフ、その他の資産は非常にこれ価格が上がります。これからなぜか国債買ったらお金が減るんですから。日本の国債にお金を入れました、あなたの元本減って帰りますよ、そういう時代が初めて来た。要するに黒田さん、日銀総裁はもう国債なんか買わないでくれ、貯金なんかしないでくれっていうのがメッセージですよね。マイナス金利って、何に投資してほしいんですか。実物資産に投資してくれ、インフラに投資をしてくれ、不動産に投資をしてくれ、それも新しい不動産の開発に投資をしてくれ。私がだから不動産のあるいはそういった地域開発、新しい開発に乗り出すのはなぜか、今が一番安い、そして金利が一番安い、そういう時代が今来ているということが理由です。だから全体として言えることっていうのは何でしょうかっていうと、やはり一方的に世界の株も不動産も全部上がる時代が終わった、これから分かれる選別の時代が始まってきていますよ、金利はいつまでもマイナスではないぞということですね。今取り組むのが一番良い戦略だろうというところまでいきます。今までリーマンショックは世界恐慌にはなりませんと私は断言することが自信を持っていることができました。だけど世界の構造、残念ながらその8年前とはもう構造が違ってしまっていて、新しい構造が始まっているので、そちらについてしかもとても根が深い、何百年もしくは千年ぐらい歴史上のいろいろな矛盾が現れてきてしまうから、そこがどう解かれていくのかということについて今日お話しすることは地政学、ジオポリティクスに関わることなんです。